シャインマスカットシャインマスカットは日本の農林水産省が所管する農業、食品産業技術総合研究機構によって育種、登録された広島生まれのブドウの栽培品種。命名登録番号はブドウ農林21号。広島県東広島市秋津町にある農研機構のブドウ研究拠点において育成された栽培品種で、 育成地の広島では8月中旬に成熟する和世種である。日本で一般にマスカットと呼ばれるマスカット・オブ・アレキサンドリアは食味、食感が良いブドウだが、同種を含むヨーロッパブドウは雨の多い地域では身が割れたり病気になったりしやすく、日本の気候には適しておらず栽培にはガラス温室等の施設が必要であった。病害に強く日本の気候にも耐えられる。 アメリカブドウは噛み切りにくい食感で、一般的にヨーロッパブドウに比べ食味が劣るとされる。また、北西以という独特の香りがある。これらの欠点を改良すべく、アメリカブドウの中でも、糖度の高い栽培品種、スチューベント、マスカット・オブ・アレキサンドリアの交配を行い、ブドウアキツ21号が誕生した。このアキツ21号は、 マスカット・オブ・アレキサンドリアに似た肉質を持ち、やや大粒であったが、マスカット香と北椎香が混ざった、あまり良くない香りを持っていた。そこで、山梨県の上原葡萄研究所にて誕生した、品質、食味は最高だが、果皮の汚れがひどく諦めた品種である大粒な、ヨーロッパ葡萄の栽培品種である、白南を交雑し、マスカット香の実を持つ、本品種が誕生した。 1988年に、アキツ21号と白南を交配した未生から選抜され、1999年から2002年まで、ブドウアキツ23号の系統名を付けて、系統的応性検定試験に教師し全国で特性を検討した。名称を、シャインマスカット都市2003年9月5日に、登録番号、ブドウ農林21号として、 命名登録2006年3月9日に登録番号第13,891号として品種登録された。シャインマスカットを開発した日本の農研機構は2006年に日本において品種登録を実施している。しかし輸出を想定していなかったため日本国外での品種登録を行わなかった。植物の新品種の保護に関する 国際条約においては、自国外における果物の品種登録は、自国内での登録から一定期間以内に行うことが定められており、シャインマスカットは2012年に申請期限を過ぎている。このため日本国外では、日本の許可などを要さず合法に栽培できる。中国や韓国産のものが、香港、タイ、マレーシア、 ベトナムなどの市場で販売されており、日本産のシャインマスカットよりも価格が安く。例えば韓国の金泉市で栽培されたものは、日本の3分の1ほどの価格で輸出されている。棒は円筒型で400から500グラム。成熟時の色は黄緑色で、粒は短大円形。大きさは11から12グラムと巨峰と同程度である。糖度は20度程度で高く。 産卵量は0.3から0 4ム、1 0 0トルと低く、甘い。ジベレリン処理により、種なしで皮ごと食べることができる。祖父母品種はいずれも目立った、長所、短所を持っており、マスカット・オブ・アレキサンドリアとスチューベンについては、前述の通りである。カッタクルガンは、大粒で皮ごと食べられ、ジベレリン処理にて種なしになり、糖度も高いが、花は、 ユーズイ反転性であり、大病性が非常に弱く、劣化が多い。カイジは、皮ごと食べられ、食味も良く、貯蔵性、輸送性にも優れるが、大病性は弱く、ジベレリン処理を行っても種なしにならない。しかし、当品種は、祖父母品種の欠点が、ほぼ解消されており、アメリカブドウの特徴である、大病性を一定程度持つ。ブドウ栽培で問題となるべと、 山や気候面では寒さに比較的強い上に夏場が猛暑になっても色づきが悪くならない。食味、食感、香りはヨーロッパブドウと同等の品質ということが最大の特徴と言える。また、貯蔵性にも優れる。発芽器は巨峰とほぼ同時期である。また、葉の仮面に綿毛が密生する。山梨県、長野県、岡山県。 山形県、栃木県、福岡県、香川県、大阪府、福島県、広島県、鳥取県、大分県、島根県、京商北道、中西北道、ありがとうございます。